はい、それでは始めさせていただきます。極域環境データサイエンスセンターのセンター長をしています、門倉と言います。今日は活動報告を簡単にさせていただきます。まずこのセンターですけれども、発足したのが2017年度でして、その前に、国立極地研究所内に準備室が立ち上がりました。発足の目的なんですけれども、南極域、北極域で取得されたデータの公開と共同利用、有効利用を促進すること、それから大学など外部コミュニティとの連携を強化すること、極域環境研究におけるデータ活動の中核を担うとともに、地球環境研究に貢献することという、割と大きな、目的のもとで、2017年度に、DS 施設内に発足しました。目指しているところは、特に極地研究所を中心に北極域、南極域でさまざまな、研究観測活動がされているわけですけれども、さまざまな、分野ですね、中空圏、地圏、生物圏、汽水圏といったさまざまな分野の研究活動から得られたデータが、蓄積されているわけですけれども、それらを適切に管理し、データベースを作成し、それをオープンにする、オープンデータの活動を促進する、それからそのデータを用いたデータサイエンスを進めて、共同研究を進めるということのベースになるような活動を行うというのが目的になっています。で、発足にあたって、どういったことをこの、3期中にですね、3期の中期計画中に、進めていこうかということで、項目立てをしたわけですけど、ここに示すように、全部で7項目を、目標として立てまして、それに沿って活動を進めるといった形で進めてきております。この図、真ん中が我々のセンターでして、左側が、極域コミュニティにおける観測研究活動ですね。で、右側が外部のコミュニティで、国内外のコミュニティがあるということで、我々はその、極地圏を中心とした極域科学のコミュニティと外部のコミュニティとの橋渡しをするような活動をするというふうに考えて活動を進めてきております。で、1番目は、いろんな分野があるんですけども、それぞれその分野特化したデータベース的なものはできているんですけれども、分野横断的な研究をするためのデータベースというのが今まで、必ずしもなかったということで、この統合的なデータベースを作成しましょうというのが1番目です。それから、すでにある公開用のデータベース、ちょっとすいません、ポインターを。すでに公開用のデータベースシステムとして、学術データベース、ADS、ユーゴネットという、3つの大きなシステムが走っていたんですけれども、それぞれその、作られた、背景とかですね、目的が異なりまして、必ずしもお互いのそのインターオペラビリティも必ずしもなくて、かつ目的も特化していたりしてですね、性格がそれぞれ異なるということで、ここら辺をのインターオペラブルなところを、機能を、増すようにしようというのと、さらにそれぞれの、データベースを用いた公開等を促進していこうということですね。3つ目、4つ目は、時系列的なデータと資料的なデータがあるんですけども、それぞれ、そういったその分野に特化したですね、ドメインスペシフィックなデータベースも必ずしもまだ充実してないデータとか分野がありますので、そういったところの支援をしていこうと。から5番目はデータ出版ですね、データパブリケーションも促進しようと。で、6番目は、国内国際的なデータコミュニティと連携した活動もやっていこうと。で、7番目は、データサイエンスですね。研究成果を上げるという意味でのデータサイエンスを共同研究として推進しようということで、この7項目に沿って活動をしてきております。で、それぞれの項目について、2017年度から、今年度ですね、2021年度までの5カ年のに何をやるかというような、こういった選評を作りまして、随時こう修正しながら進めてきているというのが現状です。今日はそれぞれの7つの項目について簡単に、これまでの活動のご紹介をします。まず、
我々のセンターのメンバー構成ですけれども、2017年度から2021年度までですけれども、教員スタッフとして、ここにあるように、当初は5名ですね。今も、途中、特任准教授の方が変わられ移動になって、特任研究員の方が今年度から入ってますけども、基本的に研究スタッフは5名という体制でやってきています。クラボサインの方が3名ですね。で、兼務教員、この5名でカバーできないような研究分野についてもいろいろサポートを、あるいはアドバイスをもらうということで、2019年度から兼務教員の方に、極地研の教員の方に兼務教員になっていただいて、本部の分野以外の分野の、兼務の人に、教員になっていただきまして、サポートをいただいてきています。はい、まず1番目、統合データベースシステムの開発ですけれども、これについては、当初からいろいろどういったものを作ろうかと、で、どういったニーズがあるかというのを、特に極地研のいろんな分野の研究者に伺いながら、デザインを検討してきて、ようやくこのシステムのコア部分の、が、出来上がったということで、まだまだ、完全にオープンにできるようなものまでは至ってないんですけども、骨格の部分はできてきているという状況です。名称としては統合データサイエンスプラットフォームアミダーっていう、いわゆるアミダのから来たアミダという名前をつけまして、いろんな、分野に、スペシフィックじゃなくてですね、いろんな分野のデータをのメタデータ、実データを受け取ってデータベースを構築し、分野横断的にカタログ表示ができるような、機能と、から、異なるデータ間の融合計算をするような機能で、そこからの相関情報をアウトプットにするというようなシステムを考えて、デザインしてきています。ちょっとこれについてはまた、来期にかかってしまうんですけども、局域に限らずにですね、いろんな分野のデータを扱えるような、汎用的なものを作ろうと今開発しているところです。特に特任研究員の方にここに当たっていただいて開発をしています。それから、既存の2番目ですけれども、これまで、作成されてきた主要なデータベースシステムの充実化と総合運用化の促進ということで、まず学術データベースというのがありますけれども、これは主に南極のですね、国際コミュニティのデータ活動とのインターフェース、あと、国際的な局域のポータルサイトとの間のインターフェースという機能も持ってまして、割と幅広い範囲の、データのメタデータカタログのようなファンクションになってます。これについても、データを増やす、あるいは、DOI を付与するような機能も、この5年間に、増強しまして、ここに登録されたデータ、メタデータに、DOI を付与するという、こともやってきております。それからもう一つは、ADS、アークティックデータアーカイブシステム、北極域のデータアーカイブシステムですけども、これは北極プロジェクトという、大きなものが今、日本の中で走ってまして、そこの中での、基盤システムとして、開発されてきて運用されているものなんですけれども、北極域をメインに、そこから得られたデータを、データベース、メタデータベースを作り、実データベースを作り、可視化をし、リアルタイム表示をするというようなファンクション、非常に充実したファンクションがありまして、国際的には、アイアスク等の国際組織との連携、あるいは国内では DIAS といった国内外の、こういったデータアクティビティとのこう、メタデータの交換とかですね、いうことを行っています。あと、社会、実装という、社会への貢献といったところも、目的として作られているんですけども、これまでは、センター発足までは北極域がメインだったんですけども、南極域もカバーするような機能がありますので、南極域も含めたアークティック&アータク、アンタクティックデータアーカイブシステムといった形に拡張するということで、南極域のデータを、特に意識して取り込んでデータベース化するような活動を進めてきております。
それからもう一つ、ユーゴネットですけれども、これは大発間連携で作られた超高層大気物理学関係の、メタデータシステムなんですけれども、単にメタデータシステムを作るだけではなくて、それに乗っけるデータのを処理をして、その処理をするための解析研究をするためのシステムも作ると、まあ、ソフトウェアの開発も やると、でそれからそれをソフトあるいはメタデータの、若手研究者向けの講習会を開くといった、多様な活動を進めてきております。まあ、大学間連携の特に若手研究者を中心に、コアメンバーがいるんですけども、このうちのセンターのスタッフがそのリーダーとしてこの、ユーゴネットのプロジェクトを進めてきております。はい、3番目ですけれども、時系列データのデータベース化公開ということで、まあ、その1例、まあ、全部ではないんですけども、ここに示したような各データの、表示して、データを取れるというようなシステムの、公開、データベース作成公開の支援を行ってきておりまして、まあ、ここに示したような URL で、公開されています。それから一つ、一番下ですけれども、JARE、南極観測隊が、毎年取得するデータのマネジメントについても、協力しまして、データポリシーを作って、持ち帰ったデータはすぐに、即座にですね、ADS を使に登録して、メタデータ、実データを登録して、まあ、公開するような、ことの支援を進めました。これは新しい活動として始まったものです。でそれから4番目、資料系のデータですけれども、岩石資料、アイスコア資料、隕石資料、生物資料といったところの、メタデータをそれぞれ登録する、あるいは、まあ、分析データなんですけども、その、データの CDF データとかそのフォーマット変換をして、先ほどご紹介しましたアミダイへの登録をするといったことの支援をしてきています。それから、極域のいろんな資料、歴史的なアーカイブ資料があるんですけども、それをデジタル化して、登録して公開するようなシステムの作成にもの支援も行ってきています。はい、5番目ですけども、データ出版ですけれども、極地圏発行のポーラーデータジャーナルという英文のデータジャーナルがあるんですけども、これの編集、それから、データのですね、これに関連した実データの ADS や学術データベースへの登録、さらにはそのパブリッシュされた後で DOI に付与するといった活動の支援を行ってきています。まあ、実際その我々のセンターのメンバーが、この編集に編集長をして、編集幹事をしているということで、編集プロセスにも非常に関わってきていまして、最近ではコンスタントに年12本ぐらいのデータ論文を出版できるところまで来ております。はい、それから、国内外のデータ活動コミュニティとの連携ということで、いろんなデータ関係の集会、シンポジウムに、まあ、意識してですね、積極的に開催したり、あるいは、いろいろ参加したりといった活動を発足以来行ってきてまして、この網掛けをしたところが、我々主催で、開催している集会、研究集会になります。年2回程度で、集会を、開催主催してきております。今年度、まあ、昨年度からオンラインになってしまいましたけれども、まあ、年2回程度の、こういった主催の研究集会といったものを開催してきております。それから講習会もこのように、まあ、主にユーゴネットに関して、ユーゴネットの活動の一環としてですね、年3回、2、3回程度の講習会をコンスタントに開催してきております。から国際的な集会への参加ですけれども、ここにある通りで、国際シンポジウム、あるいは、国際的なデータ活動集会に参加しまして発表する、それから国際的な集会において、講習会、特にユーゴネットのですね、講習会を開催するということもコンスタントに行ってきております。から特筆すべきところはですね、この5年間のうちで3回、
国際的なワークショップあるいはシンポジウムを我々中心に企画して、DS 施設全体の協力を仰ぎながら開催してきております。2017年度、18年度、2020年度ということで、17年度、18年度は、対面だったんですけども、2020年度はオンラインの国際シンポジウムということで、この時は参加者が400名を超えると。で、参加国が46カ国を超えるような、国際シンポジウムを我々中心で企画してオーガナイズしたというしてきております。はい、それから、外部の方との共同研究ですけども、公募型の共同研究、我々のセンター関連の課題も、年、8回、9回といった形で、かなりのコンスタントに、受け入れて、そこから得られた成果も、いろいろ先ほどのホームページの公開しているような成果が得られてきています。ここに課題名がありますけれども、いろんな分野のデータベース作成の支援をこの公募型共同研究を使って行ってきております。で、これがまとめでして、以上ご紹介してましたように、こういった7項目の目標を立てて、年度ごとに活動してきております。で、詳細は、このホームページで公開しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。以上です。